さとこはお祭りにずっと来ませんでした。レナ、答えてください。圭一？そうですか。知らないのなら。仕方ないのです。ごめんね、力になれなくて。さとこがいないのですよ。昨夜も今朝も北条の家を見てみたのですが、とても静かなのです。家の中には誰もいないみたいなのです。ごめんなさいなのです。圭一の手に土がついちゃったのです。ああいいよ、土なんて洗えば落ちるんだし。土は昨夜も圭一の手についたですか？きちんと洗ってくださいなのです。圭一とレナが里子のことなんて知るわけなかったのです。ごめんなさいなのです。ニパねえ、圭一くん、ちょっと心配だよね。心配って何が？さとこちゃんだよ。さとこ？北条家に誰もいないのってやっぱり不自然だと思う。そのうち村の誰かが気づくかもしれない。あの家には誰もいないって。鉄平はともかく、里子ちゃんまでいないって分かったら大変なことになると思う。シオンに電話してみるよ。それよりシーちゃんに会ってみようよ。昨日別れてからのこと、レナも気になってるし。それもそうだな。
ケイチ、どうしたの？もしもし、ケイちゃん、シオン、ちょっとケイちゃん、大丈夫ですか？伝言を聞いて電話したんですけど、どうしたんですか？どうしたじゃないぜ。あの後どうなったかと思ってたんだぜ。電話くらいしろよな。すみません。心配かけちゃいましたね。ああ、思いっきり心配したぜ。それより、ゆうべは無事に帰れたのか？俺たちは、あの後ちゃんと祭りに行ったけど、シオンは大丈夫だったのか？ええ、問題なしです。それで、サトコはどうした？どこにかくまったんだ？それなんですけど。何かあったのか？昨夜から行方不明になっている北条鉄平の行方を今警察が必死で探しているみたいなんです。警察はもう失踪したことを突き止めたのか？ええ、夕方バイクで出かけていくところを見た人がいますし、北条家は昨夜からもぬけの殻ですし。それでシオン、サトコをどこに連れて行ったんだ？大丈夫です。誰にも会わない場所でおとなしく眠っています。時期が来たらケイちゃんにも教えます。でも今は言えません。なんでだ？なんでサトコの居場所を言えないんだ？一緒にいなくなったサトコも重要参考人として狙われているそうです。ケイちゃん、黙り込んじゃって大丈夫ですか？シオン、明日会えるか？シオン、何か都合が悪いのか？別に、大丈夫です。じゃあ、沖宮の図書館で、レナも一緒に行くから。レナさんもですか？わかりました。じゃあ明日。Thank you.
シオン！シーちゃん、久しぶりかな？ケイちゃん、レナさん、ここじゃなんですから、休憩コーナーにでも行きましょうか。しーちゃん、あれから大丈夫だったのかな？ええ、問題なしです。心配かけちゃったみたいですみません。連絡すべきかどうか迷ったんですけど、下手に動くのもまずいかなと思って。それで、どうなってるんだ？あまりいい状態ではありません。園崎家のコネから掴んだ情報ですが、警察はかなり躍起になって北条鉄平を探しているようです。でも、どうしてかな？普通なら、失踪者の捜索は、少なくとも一週間くらいは様子見とかするんじゃないのかな？それに、あの鉄平なら、一日や二日いなくたって普通なんじゃ。普通なら、そうかもしれません。でもこれは、渡流しの夜の出来事なんですよ。北条鉄平がバイクで林の方角へ走っているところは、近隣の住民に目撃されています。ただ、それ以降の足取りは警察にはつかめていません。加えて、北条家から連日聞こえていた近所迷惑な怒鳴り声が以後ピタリと止んだ。実は警察が北条鉄平の足取りを追っているのはちょっと理由があるんです。富武さん、もしももう知ってるなら改めて言うような話じゃないんですけど、その知ってますか？昨夜、富武さんが死んだそうです。シオン、それどういう意味だ？
そういう意味です。正確には富武さんだけじゃありません。富武さんと親しくしていた高野さんという看護師さんも死んだそうです。二人はお祭りの夜に目撃されています。俺たちは会わなかったけど、先に帰ったのか。そうかもしれません。そうするとお祭りの後に二人に何かあったってことだよね。そうなりますね。警察の情報によると二人とも変死体で発見されたそうです。富武さんは自殺、高野さんはおそらく他殺。自分の爪でガリガリと喉をかきむしって、むき出しになった血管を引きちぎって、それはむごたらしい死体だったそうです。富武さんは自分の血で溺れ死んだようになって、嘘だろ、そんな自殺聞いたことない。ありえないぞそんなこと。高野さんについての説明も必要ですか。ごめん。教えてくれるかな。高野さんは焼死体で発見されたそうです。近くに衣服はなく、灯油缶が近くに転がっていたことから他殺の疑いが濃厚らしいです。そんな死に方で自殺なわけないだろうしな。そうです。だからこれはお社様のたたりなんです。それで行方不明になっている北条鉄平を警察が躍起になって探しているんだね。そうです、容疑者として。じゃあちょうどいいんじゃないかな。これはお社様のたたりだから。毎年死者と行方不明が出るのがたたりのルールなら、今年の行方不明者は北条鉄平だよ。だからあいつは見つからなくて当然なの。そうか、俺たちはあいつが今年の死者だと信じて疑わなかったけど、そうじゃないんだ。あいつは行方不明者の方なんだ。それならちょうどいいな。死体が絶対に見つからなければ万事 OK ってことだ。それならいっそもっと深くに埋め直しておくか。そうだね。
雨が降って土が流れてもいけないし、そんなに深くなかったもんね、あの穴は。お社様のたたりですから、死ぬ人と消える人の人数が合っていれば問題なしですね。でもさ、圭一君、お社様のたたりが圭一君にも降りかからないかってこと思ってるのかな。ああ、一瞬そう思ったけど、俺たちがたたられる理由なんて、やっぱりいくら考えてもあるわけないよな。だって俺たち、何も悪いことなんてしてないし、だって俺たちは、里子のために戦った。たたられる理由がない。そうですよ。気弱になってる場合じゃないですよ、ケイちゃん。じゃあ、そろそろ行こっか。シオン、サトコはどこにいるんだ？シーちゃん？なあ、これは失礼しました。